13分も待つんだったらエクスプレスの意味があんまりないのでは。いやでもやっぱり地下鉄で桃園に行けるのはすごい便利ですね。ただこの中では飲食が禁止なので、台北駅で買ったやつは、桃園空港まで持っていかないと食べれません。いやグラブめっちゃ便利。グラブカーってのを使って、基本料金が84万ドン多分84万ドンであってる。それに10万ドンは空港利用料っていうことで取られました。で94万ドンかな、なので5倍なので490円ぐらい、2、30分乗って25分ぐらい乗りました。安いですね。今からホテル行きたいと思います。豊かな暮らしを求めている僕はウイスキーと豊かなあ、もう一つウイスキーだけじゃドニクロじゃない、懐かしいね。なんか原点に戻れるかなっていう原点回帰。あとはちょっとこれね、シール貼られたとこはちょっとイラッとしたんだけど、そこ貼んなしって思った店員さんピタッ、うわースベリービール、そうそうそう、剥がそうぜ。ちょっと綺麗に剥がせるか分かんなかったから。まずあれがいいじゃん、あのボトルのデザインもいいし、うん、なんだっけ、なんか用意してるのに合ってるかなって思って。ああもう飲んじゃってますか。もう一つ自分で作ったすごくない？バーのクオリティじゃん。初めて作ったけどね、なんか1ヶ月半ぶりの。とりあえずミントとライム入れるときはなんかなんとかなるんだなって思った。あ、パクチーではない。これプレゼント、ありがとう。あ、来た来た来た、100個載ってる。これマジですごい、ありがとう。こういうの大好き。あ、日本語も入ってんの。完璧です。ごめん、動画に撮るほど飲むんじゃないか。それ何？レーズンバター。レーズンバター、これ取らない。レーズンバター、それは普通に試食用です。うん、あ、ウイスキーに合うね。そう、それラムなんだけど。ちょ、ごめん、あの重すぎてちっちゃいのしか買ってこなかった。こうやってね、またお店行こう、今度。え、これ自分で作ったの？作った。おっさんすごいね。これは負けるわ、負けました。こんなん作れないてかさ、もう今回のベトジェット店員さん最悪で、そう、あの美女ばっか映さないことにした。もっと俺の生活を切り笑うなし笑うなし。理由はね、昨日のかなちゃんと女の子に毒舌でね説教されたさすが京都の時から進化してる。お、進化してる。一人だったらここまでやんないよ。まあね、まあね、ちょっとラベル見せて。シュワシュワシュワ、どう黒、どう黒、入れよう。合う、キューバニスト、どう合わないならいいんじゃない。インスタストーリーにあげていいですか。やだよ。うわぁ、それだけやん。え、今日あのウイスキーはオンザロックで、素敵ですね。だからもうさ、一発でどっかから就職ができるって感じなの？まあそうですね。ただ実務経験が2年必要。なるほど。一人で働くには。ソーダウォーター。俺これのトニックウォーターをいつもジンと割ってる。黒はソーダだけ？この。ヒロも売ってる？ありがとう。私を言わせてどうするつもりですか？ん？聞いてね。ジョーク。Don't even have